さあ本日は3月の16日月曜日、遊戯王のルールの変更が公式さんより発表になりまして、でこれが結構大きなルール変更になりそうなんですよね。でこの遊戯王のルールの変更がデュエルリンクスに与える影響、こちらについてちょっと、解説というか考察をしていこうかなと思っております。結構喋るだけの動画になるんで、よかったら興味のある方は最後までご覧いただければなと思います。でまずですね、一つ目、まずしっかり読んでいきましょう。デッキに戻ったまたはエクストラデッキに裏側表示で戻ったことによるモンスター効果の発動について、テキストに記されている、ものを除き、デッキに戻ったモンスターの効果、エクストラデッキに裏側表示で戻ったモンスターの効果は発動することができなくなりますと。必ず発動する、まあ、強制効果ってやつですね。強制効果も同じですよと。これ今までメインデッキに戻ったモンスターの効果っていうのは結構フィールドから離れても発動できなかったっていう最低なんですが、これをメインデッキに戻った場合でもエクストラデッキに戻った場合でも、まあ、同じ最低にしますよっていう、まあ、そういうことですね。例えば今までは公式さんで例出してるんですけど、アブソルートゼロは、フィールドから離れた時に、強制脱出装置の効果でフィールドから離れた時に相手のフィールドモンスター全部できるよと。これまあ例えばブリューナクとかで戻されるとかいうことでも同じなんですけども、こういう効果で、全部できたんですが、今まではなんですけど、今回は新しいルールとして4月の1日から適用なんですけども、これで、アブソルトゼロがフィールドから離れると相手のフィールドのモンスター全部するっていう効果が発動しなくなります。発動できなくなると。アブソルとかリンクスに来てないんで、リンクスで影響がありそうなやつらがどういうやつがいるかなと。例えばデストロイサムライ、これはあれですね、フィールドが離れると墓地の機械族を特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。なので、エクストラデッキに戻っても墓地の機械族がいれば特殊召喚できたんですが、これが、まあ、エクストラデッキに戻った時に発動しなくなるんで発動ができなくなりますよと。で個人ハストール、これはフィールドが離れるとその装備しているいたモンスターをパクれるよっていう効果を持ってたんですけども、これも発動しなくなるよと。で、御用エンペラーはパクってたモンスターがその自分がフィールドから離れると持ち主のコントロールに戻るよっていう効果を持ってたんですけども、これも戻んなくなるよと。だから御用エンペラーに関してはちょっと強化みたいなところあるんですけども、だから、こういう効果を持ってる、フィールドが離れた時に何々するよみたいな効果を持っているモンスターたちは影響があるかなと思います。で強くなるかもしれないなとちょっと思ったのが、氷結界の竜ブリューナク。ブリューナク、まだちょっとアブストルとか来てないんで、デュエルリンクスには。なんで、まあ、どうなのかなっていうのがあるんですけども、ブリューナクの手札バウンスっていうのが、エクストラモンスターは結局手札に戻れないんで、エクストラデッキに戻るよっていうことになるんですよ。だからこういう場合ってブリューナクの効果で戻しちゃえば効果発動しないっていうパターン結構多くて、アブストルとかをブリューナクで戻されて効果発動しないってどうなのかなってちょっと思ってたんですけども、まあでも最低が一緒になるんで、メインデッキに戻った時とエクストラデッキに戻った時と。なのでまあ分かりやすくはなったのかなと思いますね。で2つ目のルール変更、2つ目のルール変更はこれがね一番大きな影響を与えそうです。効果の発動前に発動する場所に存在しなかったカードの効果の発動について、テキストにはそのカードの効果が発動する条件とその効果が発動する場所が示されています。例えば自身が召喚に成功した場合発動するモンスターの効果であればフィールドで発動する効果ですね。で自身が墓地へ送られた場合に発動する罠の効果であれば墓地でその効果が発動する効果になりますよね。で効果の発動前に発動する場所に存在しなかった場合に、その効果を発動することができなくなりますと。これ、まあ、ちょっと例に書いてあるのリンクス民ちょっと分かりづらいと思うんで、リンクスに置き換えて考えてみると、例えばですね、チェーン処理後に発動するような効果、クリッターとか、あと白縫いの宮塚さとか、ああいうカードの効果が不発になる可能性が出てくるんですよ。例えばですね、影響がありそうなやつらのところに書いてあるんですけども、白縫い系にチェーンして異次元からの埋葬を打った場合、例えばですね、戦神をシンクロ召喚して、で戦神の効果で、墓地の宮塚さを除外しましたよと。その場合って、戦神の攻撃力が上がって、で、その後そのチェーン処理が終わった後に宮塚さの効果で墓地から除外された場合表側のカードを破壊しますよっていう効果が出ると思うんですけど、これをその戦神の効果にチェーンして、例えば異次元の埋葬とかバージェスト、まあ、レアンコイリアとか墓地のカードを移動させるカードを、墓地じゃない、除外してるカードを移動させるカードを使うと除外一瞬されるんだけども宮塚さんは、なんですけど墓地に戻るじゃないですか。
墓地戻ったりデッキに戻ったりするんですけど、そうするとその除外ゾーンいなくなっちゃうんで、宮塚さっていうのは除外された場合に発動する効果で、除外してあるところにいないと発動ができないっていう最低になるんですよ、これからは。だからあの効果が不発になります。もし除外ゾーンから移動されてしまった場合ね、チェーン処理の一連の処理の中で、もちろん単体で封印の黄金石とか打って、で、宮塚さんの効果を発動するっていうこととかはできるんですけど、その一連の処理の中で宮塚さんを除外しておいて、でその後にこう普通効果って発動するものなんですよね。なんですけど、そのチェーンの処理の一連の処理の中で移動されてしまうと効果が不発になってしまうと。これ他にもいくつかあって影響がありそうなやつが、例えばブラックローズドラゴン、なんかの全体除去、これにチェーンしてクリストロンのシトリーはアメドリックスを、まあ、相手ターンにシンクロ召喚して、アメドリックスの効果でシンクロ召喚に成功した場合に守備にするっていう効果とか、あ と,、インゼクトロンパワードをシンクロ召喚して、戦闘ダメージをゼロにするよっていう効果とかがあったりしたんですけど、インゼクトロンパワードもシンクロ召喚に成功すると、戦闘ダメージゼロにするよっていう効果あったんで、あれがフィールドで発動する効果なんですね。だからあれも一人ブラックローズの効果にチェーンして、一人の効果でインゼクトロンパワードをシンクロ召喚しても戦闘ダメージをゼロにするっていう効果が発動しないとかいうことに多分なっちゃうんですよね。だからブラックローズドラゴンが出てきそうってなったら、先にインゼクトロンパワードをシンクロ召喚するとかっていう、要はプレイングのちょっと変更というか起きるんですよ。まあ、他にも考えたのは、サンダードラゴンの心の獣にチェーンして、心の獣ってほらテグだからイカ実具モンスターを除外して、でデッキから同じイカ実具モンスターを除外するっていう効果なんですが、あれの除外された、サンダードラゴンの効果ってチェーン処理が終わった後に発動する効果じゃないですか。だから心の獣の効果にチェーンして、異次元の埋葬とかそういう除外カードを移動させるカードを使うと効果が不発になったりするんですよ。要はもうそのチェーン処理が終わった段階では除外されたっていう事実はあっても、除外ゾーンにいないから、除外ゾーンで発動する効果はその場所にいないとダメだよっていう、まあ最低になるんで、だから発動しないと、そういうことに、ね、なっちゃうんですよね。でまあ例えば強くなるかなっていうのはちょっとまたこれ本当になんかざっくりとした予想ではあるんですけど、本当に強くなるかどうかちょっと分かんないんですけど、例えば異次元からの埋葬とか、これあれですね、あの除外ゾーン の, あのカードを墓地で戻すっていうカードなんですけど、バージェストマレアンコイリアもまあそんな感じのカードで、転生の予言は墓地のカードをデッキに戻すよっていうカードですね。で、両乱喚起は、除外ゾーンのモンスターを特殊召喚するよっていうカード。サイバネティックオーバーフローとかは、選んで除外、除外じゃない、除去。選んで除去するカードなんですけど、こういう、カードたちが、要はその、相手の、まあ、除外ゾーンのカードを移動させたりとか、墓地のカードをまあ、どかしたりとか、まあそういうことができるんで、こういうカードがもしかしたらデュエルリンクスにもこう採用されてきて、こう効果を不発にするようなプレイングが出てくるのかなと、まあ、本当に出てるか分かんないですけどね、まあ、そういう影響はあるかもしれません。これが一番大きな、まあ、影響がありそうな部分ですね。で3つ目は、これあんまりまあデュエルリンクスにはないと思うんですが、カードの効果を発動するターンに影響するモンスターの召喚、特殊召喚について、一部のカードにはこの効果を発動するターン、自分は〇〇〇モンスターしか特殊召喚できない、まあ、例えばあの幻想の第一楽章とかね、ああいうカードですよね。あと他にはなかったかな、ちょっと思い浮かばないけど、まあ、そういうカードですね。このカードを発動するターン、自分はこのカードの効果以外ではモンスターを召喚、特殊召喚、判定召喚できないとか、そういうカード、これが今まではその召喚とか特殊召喚を、まあ、無効にされた場合、神の宣告とか、まあ、リンクスだと神の忠告っていうカードがあって召喚無効にできるんですけども、そういうカードで無効にされた場合って制約は生きていたんですよ今までは。だから例えば普通に通常召喚したモンスターを神の忠告で無効にされたら、ラバーゴーレムは出せなかったんですよね。今まではそれはラバーゴーレムはその召喚するターンは自分を特殊召喚できないっていう制約があるんでできなかったんですけども、これが、これからはできるようになると。だからなんか通常召喚しましたと、通常召喚してで、まあ、神の忠告されました。でそしたら、まあ、普通はラバーゴーレム出せなかったりとかするんですけど、
あとレッドアイズフュージョンとかね、レッドアイズフュージョンとか打てなかったりするんですけど、無効になってるってことは制約もまあかかってないっていう風に見なされるんで、レッドアイズフュージョンとかラバゴレムをまあ出せたり特殊召喚できたりするようになると、まあ、あんまりない気がしますけどね。デュエルリンクスだと本当神の忠告もあんまり入ってないカードなんで、まあ、ここあんまり関係ないんじゃないかなと思うんですが、まあ、これから神の宣告とかね、そういう神系の罠が出てきた時にはもしかしたら影響が、出てくるかもしれません。4つ目はこれ一ターンに一度しか特殊召喚できないモンスターの特殊召喚について、これもねそんなにはないんですけど、デュエルリンクスは一部のカードには自分は〇〇〇〇を一ターンに一度しか特殊召喚できない、これ知らないとかですね、知らないモンスターっていうのは基本的に一ターンに一度しか特殊召喚できないモンスターが多くて、でそういうモンスターが結構まあ今回のこの最低でちょっと最低が変わると、これもまあ召喚特殊召喚を無効にするカードっていうのがデュエルリンクスにはあんまりないんですよ。神の忠告とか王者のカンパとかあの辺しかないので、あんまり影響そんなないかなと思うんですが、例えばですよ、デッキに、刀神シラヌイが入って、で刀神シラヌイを普通にシンクロ召喚した後に墓地からのシンクロ召喚っていうのは、まあ、できなかったんですけども、1体目の、まあ、刀神シラヌイのシンクロ召喚を例えば神の忠告とかで無効にされた場合は、2体目の、まあ、2体目っていう言い方は合ってるか分かんないけど、まあ、もう1回刀神シラヌイをシンクロ召喚できると。なんでかっていうと、そのシンクロ召喚が無効になってるってことは、まあ、シンクロ召喚してないのと一緒という風に見なされるから、もう一回出せるよっていう、まあ、そういう感じのね最低になるようです。最後にこちらですね、発動後モンスターゾーンに特殊召喚される効果を持つ永続トラップカードについて、このカードは発動後通常モンスター何々々として、モンスターゾーンに特殊召喚する、このカードはトラップカードとしても扱うっていう、まあ、アポピスの化身とか、あとクモイヨの土蔵とか、ああいう、まあ、トラップモンスターって言われているカード、あれが発動後モンスターゾーンに特殊召喚される永続トラップカードが、効果処理によって特殊召喚された際に自身が置かれていた魔法トラップゾーンが使用できるようになりますと。これどういうことかっていうと、まあ、急処理だとそれ要はリンクスでもよくあるじゃないですか、アポピスとか特殊召喚したらもうその、特殊召喚したその魔法トラップゾーンがこうなんか禁止みたいなマークになって使えないと。これが要はそこ開いてる状態として扱えるようになりまして、でそこに要は新しい魔法トラップカードとかをセットできるようになりますよと。でねこれねまだ最低がちょまだ分かんなくて結構問題があるんですよね、最低がどうなるのかっていう。例えばサイコショッカー出た場合、トラップカードとしても扱うから、まあ多分モンスターではなくなるんじゃないかなと思うんだけど、今までって埋まっていたその魔法トラップゾーンに戻るんですよ、表側でこうフェッてトラップモンスターたちは。だけどもうそこに例えばじゃあ魔法トラップを新しくセットしてあった場合ってじゃあどうなるのかとか、死ぬのか、まあ、要は墓地行っちゃうのか、それともなんか特殊な最低があるのかとか、あとそれからパラレルツイスターとかってコストで魔法トラップカード使うんですけど、ああいうのって使えるのかどうかとか、あと魔導士の力って魔法トラップカードの数だけこう打点上がるんですけど、あれとか装備したらすげえ打点なんのかとか、ちょっとまだ分かんないんですよねこの辺が。だからこの辺はちょっとね、まあ公式の最低待ちとなるのかなというふうに思います。この辺はちょっとまだ分かりません、リンクスに与える影響は。これは最低待ちですね。まあね、ざっとこんな感じでまとめてはみたんですが、まあ、どういうふうに影響があるかはちょっとまだねやっぱり細かくは分からない、ざっとこんな感じで変わるんだなっていうのを掴んでおいていただければなと思います。多分一番大きいのはこの部分ですね、効果の発動前に発動する場所に存在しなくなったカードの効果、これが要はその場所にいないといけないよっていうことになるんで、まあ、これ辺をまあうまいことそのプレイングでこうちょっと変わってくる、変更プレイングが変更される、例えばブラックローズドラゴンが出る前にインゼクトロンパワードをシンクロ召喚しなきゃいけないとか、まあ、そういういろいろ変わってくる部分はもしかしたらあるかもしれない。多分 OCG も4月から変更になるってことはデュエルリンクスにも変更になると思うんですよ、ルール一緒なんでね、ほとんど。なのでまあ皆さんもここはしっかりと把握しておいていただければなと思います。喋るだけの動画になっちゃったんで、まあ分かりにくかったら申し訳なかったんですけども、まあそんな感じで把握しておいていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。